北朝鮮よりひどい、世界最悪の独立国家、エリトリアの現実に迫る。うわーん。どうしたの？マリサ、そんなに泣いちゃって。自転車に乗ってて、電柱にぶつかったんだ。また、食べ物に釣られてよそ見でもしてたんでしょう。バレたか。食いしん坊マリサが、しでかしそうなことね。へへへ。そういえば、なになに？アフリカには、自転車が盛んな国があるの。その国はどこだ？南アフリカとエリトリア国で、エリトリア国は、知られざる自転車大国なのよ。アフリカってマラソン勢がすごいよな。マラソンでは、ギルメイが2008年の北京五輪で、金メダルを獲得しているわ。オリンピックチャンピオンがいる国を、知らなかったなんて。ふふ。自転車に話を戻すわね。首都のアスマラは、2300メートル級の高地にあるんだけど、国際大会のツール、ド、エリトリアが、毎年開催されているの。プロ選手もいて、ツール、ド、フランスを完走した選手もいるわ。わぁ、実は1964年の東京五輪のロードレースにも、参加してくれているのよ。実は、世界には有名な独裁国家が20カ国あるの。ええ、そんなにあるのか。エリトリアはその中の一国なのよ。どぞぞ、急におかんが。エリトリア国は、1993年5月24日に、やっと国際的に独立が承認されているわ。ええ、独立して30年しか経っていないぞ。そうなの。実は、エリトリア国は、アフリカの北朝鮮と呼ばれているのよ。げ、ミサイルをいっぱい撃っているあの国と、同じような国って思われているんだろ？マジヤバだぜ。そうなのよね。この動画では、日本人に馴染みのない、独裁国家エリトリアの、歴史や現状を中心に語っていくわね。よろしく頼むぜ。皆さんも、独裁国家エリトリアが、どんな国なのかを、一緒に考えながら視聴してはいかがでしょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。エリトリアの地理とその特徴。まずは、エリトリア国について、サクッと触れておくわね。OK。エリトリア国は、通称エリトリアと呼ばれる独立国家なの。アフリカの角と呼ばれるアフリカ北東部の上部、紅海を望む場所に位置しているわ。国土面積は、11.76 万平方キロメートルで、北海道と九州を足したくらいなの。へぇ、思ったより大きな国だぜ。地形における最大の特徴は、アフリカ大陸を南北に縦断する、幅35から100キロメートルにもなる、大地溝帯という巨大な谷があり、国を二つに分断しているように見えること。西部は肥沃な土地なんだけど、海岸沿いの東部は砂漠が広がっているの。東と西は全く違う地形なんだ。ダナキル砂漠には、アファール三角地帯と呼ばれる盆地もあるわ。砂漠もあるのか。中央部にあるフィルフィルの森は、アフリカ大陸で最も北にある熱帯雨林で、地元の人々にとって神秘的な場所らしいわ。エリトリア国内の標高については、最高峰のアンバソイラ山で海抜3018メートルあり、地球上最も低い乾燥した地の一つ。ダナキル低地のコーバーク墓地は、海面下116メートルだそうよ。へぇ。一つの国で、アフリカの気候のほぼ全てを体験することができる、多種多様な地形から、2時間で3つの季節が体験できると言われているそうよ。2時間で3つの季節とは、またすごいな。半乾燥地域から砂漠が大半を占めていて、降水量も低く、多数の湖泉があり、降雨量によっては、鉄砲水が沿岸部に達することもあるそうよ。水問題は深刻そうだな。気温は高い時期は41度にもなる地域があり、中央部の寒い時期は、夜間に氷点に達するわ。よえー、私の嫌いな、クソ暑い夏と、めちゃ寒い冬があるのか。マリサ、いいこと言うわね。言われてみたら、現在の日本も同じくらいの気温ね。地球温暖化は深刻だぜ。地球温暖化に関する動画は、他にもたくさん流しているので、ご視聴いただけたら嬉しいわ。嬉しいぞ。国旗は三色に分かれ、緑は肥沃な国や農業、青は紅海を、独立戦争で流された犠牲を表す三角形の赤は、左から細くなってて、これは将来に向け、流血消滅への願いが込められているのよ。流血がなくなってほしいっていう願いか。戦争が止まない、アフリカらしいな。そして、オリーブのリースは、独立闘争の勝利と明るい未来への希望で、30枚ある葉っぱは、独立戦争の30年間を表しているわ。深い意味があるんだな。国内は6つの行政区に分かれているわ。人口は550万人で、世界第146位なの。ティグリニ人が 55%、ティグレ人が 30% を占めているわ。ティグライ、アファール族など、旧民族が公式に認められる多民族国家なのよ。人口550万人ってどれくらいなんだ？兵庫県の人口と同じくらいで、日本の自動車関連業界で働く方々が、約550万人と言われているわ。ふむふむ。宗教は、50から 63% がキリスト教で、36から 48% がイスラム教徒なの。へぇ。西はスーダンで、南はエチオピア、南東部はジブチに接していて、紅海に面した海岸線はなんと、
約 1350km に達するそうよ。 1350km ってどれくらいなのかな。東京都から本州最西端の山口県までくらいよ。わあ、そんなに長いのか。公海に沿ってダイビングスポットが豊富で、天然の白い砂浜が永遠と続いているそうよ。また、領海内には354の島が点在しているの。まるで、南国パラダイスみたいだぜ。ラフラツ諸島は真珠が取れることで有名で、当時は貨幣の代わりに真珠が使われていたそうよ。真珠がお金の代わりだったんだ。国名はイタリアが植民地として統治するときに、ラテン語で公海を意味する、マーレ・エリトリウムにちなんで、エリトリアと名付けたそうよ。エリトリアと公海って、切っても切れない関係なんだな。そうなの。公海はエリトリアにとって、とっても大切な存在なのよね。まるで、霊夢と私みたいだぜ。うっふ。そうね、優れた港がたくさんあり、港の使用権を国土に海のないエチオピアや、対岸のサウジアラビアなど、近隣の大国に貸し出していて、貿易の中継地としても重宝されているのよ。エリトリアは公海で、がっつり稼いでいるぞ。冒頭でちょっと触れたけど、アフリカでは2011年の南スーダンの、次に若い独立国なのよ。アフリカで、2番目に若い国なのか。エリトリアの古代から現代までの歴史。ここからは、エリトリアの歴史について語っていくわね。OK。エリトリアがある地域は、考古学的な観点からも注目されているの。考古学？実は、アフリカ大陸でエジプトに次いで、考古学的な発見が多い国なの。中央部と北部の高原地域は、先カンブリア時代に、形成された基盤岩体からできていて、アフリカで最も古い地層もあるそうよ。アフリカで最も古い地層があるのか。それは、考古学者たちは注目するぜ。さらに、12.5 万年前のアブブール石器が、海岸沿いで確認され、古くから人が海洋環境に居住していた証拠とされているわ。バルカ渓谷では、紀元前8000年の道具が、紀元前2000年の岩絵も、いろんなところで見つかっているの。わあ、この先も、どんどん遺跡が見つかりそうだぜ。国内で発見された遺跡の数は、約8万箇所だそうよ。8万箇所?驚愕の遺跡数だぜ。紀元前後頃に起こったアクスム王国は、1から8世紀にかけて象牙などで栄えていたそうよ。エチオピア北部ティグレ地方の古代都市アクムスの遺跡は、ユネスコの世界遺産に登録されているわ。すげえ。ユネスコに認められているぜ。アクムス王国は、エチオピア東北部とエリトリア地域に、栄えた交易国で、アクムスが王国の中心地だったの。最後期は、エリトリア、北部エチオピア、北部ソマリア、ジブチ、北部スーダン、公海を越えてイエメンにまで広がっていたそうよ。公海を越えるなんて、めちゃ広大だな。でも、7世紀にアラビア半島のイスラム勢力が、公海の覇権を握ると、次第に衰退を始め、内陸の高地へ追いやられたの。諸説あるけど、950年頃にアガウ族の、女族長グディットによって滅ぼされたそうよ。うわぁ、残念だぜ。オスマン帝国が1869年まで沿岸部を支配し、常に列強による勢力争いに翻弄されたの。列強による勢力争い？16世紀にトルコが占領、エジプトの支配を経て、1890年にイタリアの植民地となったのよ。自転車競技が国民的スポーツとして広まった要因は、イタリア植民地だったからなの。イタリアも自転車競技が盛んなのか？さっき、1964年のオリンピックに、自転車競技があった話はしたわよね。エリトリアの選手が、参加してくれたんだよな。実は、その時の金メダルリストは、イタリアのマリオ・サミンさんだったの。イタリアって、オリンピックチャンピオンを、出すほど強かったんだ。そうなのよ。第二次世界大戦で、イタリアがイギリスに敗北。1941年にイギリスが占拠し、翌年に保護領としたの。1950年には独立を主張するエリトリアに対し、国連総会でエチオピアの併合案が、46対10で採択されたわ。46対10とは、大差だな。結果、1952年9月15日に自治州となり、実質的には独立したけど、外交や国防に関してはエチオピアが管理する、エチオピア・エリトリア連邦が結成されたのよ。実質的な独立は果たせたようだが、なんだか切ないぜ。1962年に、エリトリア議会が連邦を離脱。11月14日に、エチオピアの14番目の州として併合されたの。ああ、エリトリアがエチオピアに飲み込まれてしまったぜ。この併合には、公海海岸を軍事的に利用したいアメリカが絡んでいたようなの。わあ、アメリカ絡み。単独での独立が、遠のいたってことか？そうなの。ここから、真の独立を望むエリトリアの、30年近くに及ぶ内戦、エリトリア独立戦争が始まったわ。エリトリアは、真の独立を目指し戦うことを選んだんだな。そうなの。1941年時点から独立精神旺盛で、
分離独立を目指す解放運動も旺盛だったの。アラブ諸国の支援を受けながらも血みどろの戦争を続け、1958年結成のエリトリア解放戦線、イコール ELT から、分として結成されたエリトリア人民解放戦線、イコール APLF が、指導的役割を果たし、分離独立を勝ち取ったの。分離独立を勝ち取ったとは、エリトリア人民解放戦線はできる奴らだぜ。おほほ。ゲリラ戦によって解放地区を広げ、エチオピアのメンギスツ政権崩壊を契機に、1991年に州都のアスマラを制圧し、5月29日にエリトリア人民解放戦線の完全独立を宣言したの。メンギスツ政権って何者だ？エチオピアの支配下にある、エリトリアで独裁政権を敷いていた、メンギスツ・ハイレマリアムの政権よ。彼は、エチオピア人民民主共和国の、初代大統領に就任した人物なの。そいつを倒して自分たちの政府を作ったんだ。そうなの。メンギスツは、数十万の反対派を粛清し、戦争や飢餓の拡大などで100万人の、難民を出した張本人なのよ。エリトリアを苦しめたこの独裁者は、どうなったんだ？メンギスツ大統領は、ジンバブエに亡命したの。2006年12月にエチオピア高等裁判所は、ジェノサイドと人道に対する罪などにより、彼を終身刑としたのよ。自業自得だぜ。その後、2008年に彼と彼の交換17人の死刑を宣告したの。死刑？ジンバブエは未だに彼を庇護下に置き、エチオピアへの引き渡しを拒否しているわ。ジンバブエで、ノウノウと生きていると思うと腹立つぜ。マリサの頭から出ている煙対策に、ちょっとだけ話をそらすわね。それはありがたいぜ。アスマラはエリトリアの首都なんだけど、アフリカにあるイタリアの都市や、ニューローマとも呼ばれているの。イタリアの植民地だったことが、関係しているのか？そうなの。1870年代は本当に小さな村だったの。でも、1880年代にエチオピアに併合され、重要都市となり、行政機関が置かれたのよ。そして、1900年代の植民地時代に、イタリア帝国元帥主席、ベニート・ムッソリーニが、第二のローマにするため、奇抜なアールデコ建築など、イタリア風の建物を多く建築したの。この美しいモダニズム建築の並ぶ街並みは、2017年に世界遺産に登録されているわ。美しいエリトリアの人で、イタリア風の建物を見てみたいぜ。霊夢の怒りも冷めたところで、話を戻すわね。OK。エリトリアの人々は独立のため、また、イタリアやエチオピアを、自分たちの土地から追い出すために戦ったの。多くの戦争や内戦で、人口が少ない上に、数十万の男たちが命を落としたのよ。悲惨だぜ。でも、エリトリアの女性たちは強かったわ。彼女たちが武器を取って戦ったの。涙なしでは聞けないぜ。当時のエリトリア人民解放戦線は、エリトリアの人々の期待の星だったと思うわ。だな。さらに、独自のビザを発行し、外貨管理を行うとうとう、独立の準備に向け精力的に動いたの。それで、エリトリアは独立できたのか？エリトリアの臨時政府の樹立宣言から、約2年後の1993年4月に、国連の監視下で、住民投票が行われたわ。この投票では、有権者の 99.8% が、エリトリアの完全主権を主張したの。99.8%？ ほぼ全員だぞ。5月24日に正式に、エチオピアからの独立が宣言されたの。5月28日には国際連合の加盟も許され、国際的に独立が承認されたのよ。そして、アフリカで53番目の主権国家となったのよ。やったぜ、エリトリアの長年の夢が叶ったぜ。翌年2月にエリトリア人民解放戦線の所長、イサイアス・アフェウェルキ氏が、初代大統領に就任したわ。でも、やばいことになったの。やばいこと？マリサに問題よ。ノリノリで聞いてたのに。ここで問題？エリトリアは、ある言葉で揶揄されているの。エリトリアは何と揶揄されたでしょう？くぅ、わかるわけないぜ。へへへ。お手上げだぞ。ヒントよ、冒頭で私が話した、アフリカの〇〇〇。マリサはさっき、あのミサイル撃ちまくる国と言っていたわよ。もしかして、北朝鮮？正解よ。やばい、それはやばいぞ。あんな国が他にあるのか？エリトリア人民解放戦線以外の武装勢力は追放され、野党の活動は公的に認められていないわ。実は、独立してから約30年、イサイアス大統領の、民主正義人民戦線、イコール PFDJ による、一党独裁体制が続いているの。アフリカの北朝鮮と呼ばれるのは、彼の独裁がずっと続いているからなんだな。ところで、民主正義人民戦線って何？おほほ。うっかりしちゃったわ。先出しのエリトリア人民戦線が独立後に、武装組織から政党へと改組する過程の、1994年2月にエリトリア人民解放戦線が、解散して民主正義人民戦線になったの。そういうことか。イサイアスはエリトリアを、独立へと導いた指導者の一人で、独裁政権を崩壊させたのに、
自分が独裁政権を続けるという、ヘンテコリンな状態となっているのよ。せっかくメンギスツを引きずり下ろしたのにな。実は、2022年3月2日の国連総会で、ロシアのウクライナ即時撤退を求める決議案が、圧倒的多数で採択したの。私もウクライナからロシアを追い出したいぜ。193カ国が参加し、141カ国は賛成、棄権が35カ国、5カ国が反対したの。反対が5カ国もあるのか。反対なんてしたのは、どこの国なんだ？ロシア、ベラルーシ、シリア、エリトリア、北朝鮮よ。ロシアの反対は私にでもわかるが、他の4カ国ってあたおかだぜ。日本ではエリトリアは無名な存在だから、SNS でトレンド入りしたのよ。SNS でなんと言われたんだ？エリトリアってどこの国？なんで反対したのだろうと、疑問視する声が上がったのよ。2023年2月23日にも、ロシア軍のウクライナ即時撤退と、戦闘の停止を求める決議があったの。賛成は141カ国、棄権が32カ国、反対はマリとニカラグアを加えた7カ国だったわ。増えているのは気になるが、141カ国の賛成票は固いぜ。実は、この1年で6回の決議が採択され、賛成国はほぼ同じ国なのよ。決議に法的な拘束力はないけど、ロシアの孤立が浮き彫りになり、圧倒的な圧力が、かかっているのは確かね。国連総会、できる奴らだぜ。はいはい。この動画では、地理地学あなたの知らない独裁国家6選を紹介しているので、興味のある方はぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいぜ。エリトリア生活事情と人権問題。アフリカの北朝鮮と称されるエリトリアの人々って、どんな生活をしているのかな？まず、治安を見てみるわね。外務省の海外安全ホームページでは、退避勧告のレベル4、渡航中止勧告のレベル3、不要不急の渡航中止のレベル2なのよ。めちゃくちゃ、治安悪そうだぜ。さらに30年も続いた内戦で、インフラは壊滅状態。そのインフラ整備がされてない地域も多く、水道やガソリンの供給停止も頻繁だそうよ。多くの人が農業や牧畜に従事しているけど、降水量が少なく生産性が低いわ。しかも、内戦中の地雷なども埋まったままで、開墾もままならないの。今でも、内戦の影響を引きずっているのか。だから、食料の7割を輸入もしくは、援助に依存しているわ。こんな状況では、ものづくりなんてもってのほかだよな。ええ、大理石や金など鉱工業が主要産業だけど、不十分で輸入強化状態が続いているわ。輸出面がダメで、輸入が多いんだ。生産性に乏しく、支援も限られ、外貨不足も深刻化しているそうよ。で、イサイアス大統領は何しているんだ？長期的な目標として、バランスの取れた持続的経済成長をすることで、国民の生活レベルを上げる。そして、マクロ経済の安定に基づいた、経済成長、貧困層の収入向上、人的資源の向上を上げ、貧困削減を目指す方向性を示しているわ。そんな言い訳って、言って言い訳？って、感じだけど、ご立派な戦略だが、独裁者にできるのか？実は、エリトリアはシンガポールに似た国づくりを目標としていたの。はぁ？月とすっぽんだぜ。そうね。シンガポールは明るい北朝鮮と称されているもの。おお、私すごい、たまたま言ったら正解したぜ。え？シンガポールも北朝鮮のような国なのか？おほほ、たまたまだったのね。シンガポールでは、政治にさえ文句をつけなければ、豊かな暮らしができるの。それで、明るい北朝鮮か。ちなみに、男女が手を繋いだだけでも逮捕される。独裁国家トルクメニスタンは、中央アジアの北朝鮮と呼ばれているわ。へへへ。世界には、北朝鮮がどんだけあるんだか。大根がなくて、世界は大混乱よね。へ、しょうもねえ。2020年11月に、エチオピア北部で開始された、ティグレ紛争に、エリトリア軍が関与しているっていうの。エチオピアのアビー首相は、2021年3月に関与を認め、撤退を約束したけど、2022年1月にエリトリア軍は、再び攻撃したという報告があり、世界中から非難されているわ。なぜエリトリアは、この紛争に介入したのかな？エチオピア中央政府の中核だった、ティグライ人民解放戦線と、国境をめぐって争い続けていた頃の恨み、周辺国へ自国の影響力を高めたい思い、ティグライに逃げた自国の難民への制裁の3つが考えられるの。こんな状況だから、国境付近では衝突に巻き込まれる恐れがあるそうよ。どしゃ、マジでやばいぜ。エリトリアには、日本人が一人暮らしているそうよ。ゼック。独立以来の一党政権運営が続く、治安統制の厳しいエリトリアでは、首都アスマラがある、マイケル州以外の地域では、旅行許可証がないと立ち入れない状況なの。エリトリア国民って、がんじがらめの生活なのかな？そうなの。少女を含む16歳から高齢までが、徴兵の対象で、18歳未満の男女は、軍への入隊試験を受けるのよ。試験？ジンマシンが。
試験の成績で、軍隊へ送られるものと、高等教育を受けられるものに分けられるの。私がエリトリア人なら、間違いなく軍隊行きだぜ。軍隊では16から65歳までの兵役が課せられ、その後は建設や工事などの、重労働が待っているそうよ。マジで奴隷だぜ。そうなのよねー。マリサに問題よ。そろそろ来ると思っていたぜ。頭のエンジン良好だぞ。世界の初等学校、日本では小学校の入学率のランキングで、1位の国はどこでしょう？小学校の入学率？エリトリア？国が無理やり入れているとかかな？こっちが、貧困国が1位になるわけないでしょ。エリトリアって貧困国なのか？ゼック、何を説明してきたのか。小学校入学率1位は日本で、99.92% なの。イエス、日本が1位だ。では、最下位の国はどこ？もしかして、エリトリア？正解、エリトリアの入学率は 32.94% なの。2012年のユネスコの情報に、2015年の OECD が発表した統計を、組み込んだ結果なんだけど、エリトリアで小学校に入学できなかった子供はどうなるんだ？中学生くらいの子が学校に行っていないことが分かった時点で、即軍隊行きらしいわ。ちなみに北朝鮮での兵役は、男性が10年、女性は7年だそうよ。嘘だろ、北朝鮮よりきついぜ。エリトリアの延々と続く兵役地獄。教育を受けられた者も、大学での専攻やその後の進路も政府に決められ、55歳までの労働が義務付けられるの。国が職業を責任持って斡旋してくれるのか？でも、好きな仕事に就けるわけではないわよ。それにエリトリアの失業率は、6.4% なの。日本は、2.6% だから、およそ 2.5 倍よ。好きな仕事に就けないなんて嫌だ。マリサ、正解よ。何々？私は何を正解したのか？エリトリアでは、イヤーダは通用しないのよ。国民を確実に管理し、独裁体制をキープしていると言えるのよね。自由でない国民が反発しないってことは、幸せなんじゃないのか？国民は徴兵や貧困、自由のない生活に不満を持ち、毎月約5000人もの人々が、国外へ脱出しているの。2014年半ばまでには、35万人もの国民が脱出したそうよ。国境付近の警備は固く、脱走する者は容赦なく銃撃されるの。え？同じエリトリアの国民を銃で殺すのか？そうなの。逃げる方も必死よ。捕まれば刑務所に送られ、拷問や虐待を受けるの。エチオピア北部の視察難民キャンプには、約1万人の難民がいて、その約4割が18歳未満らしいわ。単独で逃げてきたか、家族とはぐれたか、半数は一人ぼっちなの。ショックだぜ。難民キャンプでは、心のケアと医療ケアを提供しているそうよ。ほっとしたぜ。脱出に成功した人たちの中には、ラジオを使って、国外からエリトリアの人々に、様々な情報提供をしてくれているの。小さな働きかけが、いつか国内の人々の力になったらと思うぜ。エリトリアの政治体制とその問題点。でもどうしてエリトリアは、独裁国家と化してしまったんだ？悪政敷きまくりのイサイアス大統領は、1967年に共産主義の中国の大学に留学していたの。中国に留学経験のある大統領。そして、中国共産党最高指導者毛沢東の思想や軍事を学んだようなの。毛沢東？毛沢東は、社会主義独裁国家の象徴とされているわ。そして彼は、ヒトラーやスターリンに並ぶ、世界三大独裁者の一人よ。その毛沢東の影響を、強く受けていると言われているわ。イサイアス氏、アウトだぜ。さっき話した軍隊では、体罰は当たり前、強制労働も容認され、まるで奴隷のように扱われているそうよ。さらに、政府への批判や抗議をした者は、即死刑になるらしいわ。私は日本人で幸せだ。しみじみ言うわね。強制労働や政治的弾圧、そして国外へ脱出する国民なども多く、人権監視委員会ヒューマンライツウォッチで、エリトリア政府の人権状況は、世界ワースト1位なのよ。また、国が牛耳り報道すら自由にならないエリトリアは、世界報道自由度ランキングでも、ワースト2位なの。さて、マリサに問題よ。おう、モチベーション上げていこうぜ。報道の自由度ワースト1位はどこの国でしょう？全くわからないぜ。ロシアかな？ブー。1位は北朝鮮よ。マジか。どこまでも北朝鮮とエリトリアは、同じ路線を歩んでいるようだな。エリトリアが独裁性を敷く問題の一つに、憲法の問題があるの。憲法？1997年には民主主義を採用した新憲法が作られたけど、未だ施行されていないのよ。1997年の憲法？今はもう2023年だぜ。カビが生えた憲法か？2001年9月に、民主正義人民戦線の党員15名が、政府に対して憲法の施行を求めたけど、全く変化がなかったの。不満を示した15人中11人が、拘束される事態となったのよ。独裁者のやりそうなことだぜ。
2001年に実施予定だった暫定国会選挙は、無期限の延期。1997年の大統領選挙も当然行われていないわ。独立以来一度も国政選挙も行われていないの。選挙すら行われていないのか。そうなの。イサイアス大統領は、西洋の民主主義を嫌っているようで、エリトリアが、次の選挙を開始するまで30から40年。いや、もっと待つ必要があるかも、と表明したことがあるそうよ。マジで、開き直りだぜ。憲法では、大統領は5年の任期で、議会で選ばれることが定められているけど、憲法の施行がされていないから、イサイアスは30年も、独裁者として君臨しているのよ。憲法が施行されていれば、大統領の任期は5年なのに、エリトリアでは憲法が施行されず、30年も続いているのか。しかも憲法には、国民の言論の自由も保障されているの。立派な憲法があるのに、施行されていれば、ワースト2位にならなかったのにな。しかも、2001年から、民間メディアの運営が禁止となっているの。あらら、言論の自由が脅かされているぜ。政府を批判したジャーナリスト11人が逮捕され、裁判もなしに拘留されたわ。4人が留置場で死亡、他の人たちも解放されていないのよ。ブルブル、恐ろしい国だぜ。国の至るところに監視カメラが設置され、常に監視下に置かれているの。息が詰まるぜ。なのに国民は令状なしに逮捕され、捕まれば拷問を受けることもあるらしいわ。でも、エリトリアはなぜ軍事に力を入れるのかな？エリトリア軍を支えているのは、ナショナルサービスと呼ばれる奉仕活動的な義務。実質無期限の徴兵制度で働かされる一般市民よ。むごいぜ。エチオピアから独立したとはいえ、1998年には、バドメという街をめぐり、紛争に発展しているの。ここに来て領土問題？ジブチとは、国境をめぐり2度の軍事衝突。そして、イエメンとは、天然ガスをめぐり紛争が起きているわ。隣国との関係が悪いから、強力な軍事が必要なんだ。エチオピアとは、2018年7月に、話し合いで終結しているけど、隣国との関係は悪化しているから、いつ紛争が起こるかわからない状況なのよ。エリトリアの国際社会との関わり。近年は独裁者イサイアス大統領も、近隣諸国との友好関係を重視しているらしいわ。おお、国内からの改革は難しくても、外交面から良い国づくりを始めるのかな？エチオピアとの和平が実現し、友好路線を歩み始めたエリトリアは、サウジアラビアやアラブ諸国連邦を味方につけているらしいわ。明るい未来への第一歩なのか？ただ、他国からの圧力により、国内に変革をもたらす可能性は、消滅したと言えるの。ガーン、国民が幸せになれないぞ。そうね。独裁が続きそうな嫌な予感しかしないわね。実はエリトリアの、自転車新興国という立ち位置も危機的な状況なの。近年ツールドフランスに、アフリカの選手は出ていないの。本人の実力不足はもちろんだけど、選手の育成には多額の費用がかかるでしょ。その費用は、ヨーロッパ選手の3倍とも言われているわ。かなりシビアだな。さらに、ビザの取得が困難なこと。エリトリア人がスイスに住みながら、トレーニングを積むには、ビザが必要で、しかも取得のためには、隣国のスーダンのスイス大使館へ行って、申請をしなければならないの。へぇ。申請をしても発行を拒否られたとの報告もあるわ。才能があっても育つ環境にないのよね。それは大問題だな。エリトリアの国民は脱出したくてスポーツ選手を目指す人も多いそうなの。脱出とスポーツとの関係がわからないぜ。国際試合の際に脱出を試みるのよ。なるほど。2012年までに4つの代表チームが監督ごと行方不明になり、難民申請をしているらしいわ。マジか。エリトリアでは、30年にわたって独立戦争が続き、解放戦線を率いたイサイアス氏が大統領になるも、今でも独裁政治に苦しめられているわ。アフリカの北朝鮮と揶揄されているもんな。民間の報道機関はなく、政府軍が自国の難民を制裁。政府批判なんてしたら即死刑だものね。エリトリアには独特な徴兵制度があって、全く自由がないぞ。民主主義を掲げるも憲法は施行されず、大統領を決める選挙すら延期や中止されているの。ちなみに北朝鮮ですら一応選挙は行われているわ。憲法無視の独裁者。イサイアスの下で恣意的な逮捕や拷問が横行し、国民は奴隷状態にあるの。国民はよく我慢できてると思うぜ。その状況に国連や国際 NGO などは、深刻な人権侵害があると非難しているわ。マリサにおすすめの絵本があるの。世界の難民の子供たちさん、エリトリアのハミットの話と、いう本なんだけど、絵本だからサクッと読めて、エリトリアの知識を深められると思うわ。絵本なら私にも、簡単に読めそうだぜ。エリトリアは評判最悪だけど、実際に訪れた人の感想では、人が親切、街が綺麗、治安も日本と同等で、
女性一人の夜間外出も大丈夫との声もあるのよ。どの地域でも旅行許可証の必要がなく、安全安心に誰もが訪れる国になったら、一生に一度は旅行してみたいわね。私も、今は無理だけど、いつかは訪れたいぞ。あと少しで、エリトリアのイタリアチックなアートを見られるかも。期待したいぜ。エリトリアやアフリカ、独裁国家のことなど、コメント欄でいろいろ教えてもらえたら嬉しいわ。うんうん、エリトリアのことを、もっとたくさん知りたいから、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。